予想していきます。予想していくのはこちらの候補の魚たちに予想してもらいます。早速餌を入れていきたいと思います。エースストライカーと言います。さあ鉄砲の中にはエースストライカー誰なんでしょう。おー、また日本が打ちました。3対6となっています。さあこのまま、おー、また連続でいっていますね。このまま行くのでしょうか。日本は残りあと一つとなりました。少し続きそうなのよ。あ、ちょっとしましたね。鉄砲たちの予想では日本が勝つと予想しました。